車中泊を楽しむ上でマナーを守ることは大切です。まずは自分の車の中といえども、周りにも車中泊を楽しむ人がいることを意識しましょう。そして常識の範囲で滞在時間を設けることが重要です。気に入った場所でも無用な長居は避けましょう。次に、会話や音楽、ドアの開閉など自分では気づかないうちに周りに迷惑をかけていることもあるので、周囲への配慮が必要です。そしてゴミの処理も忘れずに。サービスエリアや道の駅にゴミを捨てるのは不法投棄になるので、必ず持ち帰るようにしましょう。最後に、公共の設備を使う際はきれいに使うよう心がけ、アイドリングも長時間は控えめにすることが大切です。このように自由な車中泊を楽しむためにも、マナーを守ることが重要なポイントとなります。車中泊にはメリットデメリットがありますね。まずはメリットから見ていきましょう。車中泊の大きなメリットは、自由なプランを立てられることです。電車やバスの乗り継ぎがなく、より自由な行動ができます。また宿泊費を抑えられるのも魅力的です。ホテルや旅館に泊まるよりもコストを抑えられます。そして時間帯によって渋滞を回避できることも車中泊の強みです。ピーク時間をずらして出発すれば、余計な時間やストレスを避けられます。さらにペットを連れて旅行できるのも車中泊の大きなメリットです。一方でデメリットもいくつかあります。まず、慣れない環境で初めは寝つきが悪くなる可能性があります。次に、公共のトイレなど設備について事前の下調べが必要です。そして季節によって暑さや寒さの対策が必要になります。車の大きさにも制約があり、人数が限られます。このように車中泊には様々なメリットデメリットがありますが、状況に合わせて上手に活用すれば快適な旅行を楽しめるでしょう。車中泊をより快適に過ごすための便利グッズをご紹介します。まず必ず揃えておきたいのがマットとシェードです。シートを倒してフラットにしても凸凹がある車内を快適に過ごすためには、自動膨張式のマットが大変便利です。また外からの視線を遮るシェードやカーテンは、プライバシーの確保や断熱効果にもなります。次に、寝具として季節に合った寝袋を用意するのがおすすめです。夏場でも山間部などは意外と冷えるので、保温性の高い寝袋があると安心です。暑さ寒さ対策としては、ウィンドウネットを使って虫の侵入を防ぎつつ、小型の扇風機を設置するのが便利です。またポータブル電源を用意しておけば、コーヒーメーカーなどの家電も使えて快適です。その他、サンダルや LED ランタンなども車中泊を快適に過ごすのに役立つアイテムです。これらのグッズを上手に活用することで、車中泊をより心地よい体験にしていくことができますね。